上村英治10月17日隊は日本の法学者。専門は行政法。大東文化大学法科大学院教授。元国家公務員試験哀愁試験委員。新司法試験交際委員2007年を務めていたが、新司法試験同営疑惑により解任。祖祖父は資産家の本田清六。2007年2月から3月まで慶応義塾大学の法科大学院生徒。 修了生を対象に、新司法試験論文意識試験対策のための、答案練習会を7回開いたが、この際に使われた問題には、当年度の本試験に出題された論点と、類似した論点に関する出題が存在した。この間、上村は新司法試験交際委員であったため、問題漏えいの疑いが指摘された。なお、交際委員は、問題漏えいの疑いを抱かれぬようにするため、 答案練習会の開催を控えることが申し合わされている。同年6月29日、法務省は上村を新司法試験交際委員から解任した。交際委員の解任は旧新司法試験を通じて初めてである。同年8月3日、慶応義塾は上村の新司法試験交際委員としての不適切な行為について謝罪。 同日付の上村の退職願いを受理している。しかしこれには教授という立場上、講義と類似した論点が出題されることは、むしろ当然であり、出題した部分に漏洩等の違法性があれば起訴、有罪は確実であったにもかかわらず不起訴であったことから、無実であるにもかかわらず、実質的な、引決しのための不条理な解任であるとの批判も多い。ありがとうございます。